谷翔太さん、北川フラム総合ディレクターです。私が見てきた海って北海道の海、荒くて灰色で、その泳いだら死んじゃうような海、瀬戸内海を見た時になんかもうここはもうパラダイスかと、ちょっとあんなに愛し合ったのにってタイトルってちょっとなんとなくこうセンチメンタルなイメージがあるかと思うんですけど、北海道の海であんなに愛し合ったのにっていうタイトルだとすごいヘビーな物語が、演歌な物語がありそうですけど、瀬戸内海のそのなんていうの、エーゲ海みたいな、地中海みたいな、行ったことないけど、あの中でこのタイトルで、それでそのイメージしてもらったらなんかカラッとして、でまあ、ちょっとセンチメンタルでってバランスがいいかなっていうふうに。僕らみたいないろんな人たち見て、見終わった後面白いんですかね。面白いですよ。見た後すぐそう思わないかもしれないけど、じわじわっとね、船に乗ったぐらいでね。